点ですね、 NHK 党が24人ほど出馬しております。今回の NHK をバイバイ。やめてくれ。だから地声が大きいから聞いてる人がいるのと、ただただ逮捕されていない証拠。じゃああなたは運転手だから、俺が運転したことによってどの辺が公職選挙法違反に当たるのか言ってごらんよ。でその上で証拠立てよ。お前こそ証拠までして NHK をぶっ壊す。はい、皆さん、最後は私と申します。立花からマイクを渡されたので、はい、お答えします。裁判で争いましょう。立花さん、裁判ばっかりないでください。実行猶予、裁判の場でやってます。 NHK に対しても同じなんですよ。今日も先ほど警察にも電話しました。おい、マイク抜けんな、マイク抜けんな、マイク抜けんな、おい、マイク抜けんな、何なんだよ、マイク抜けんな。で、NHK の受信料払ってんですよね、立花さん。NHK の受信料払ってんですよね。NHK の受信料払ってんですよね。はい。払ってんですよね。答えてください。答えてください。払ってません。え？あ、じゃあ、オフサイトの言ってること楽しいじゃないですか。何これ？え？だから。払ってない。ソンチさん。ソンチ、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 ソンチ。こんにちは。すごいな。大きな音が。静かに喋りますね。なんかでも、アンチの人、楽しそうですね。楽しいよ。たまには、たまにはあなたたちの動画に出てあげないといかんなってすごい思ってた。まあ、それはそれとして、暑い中立ち止まって聞いていただきましてありがとうございます。 NHK をぶっ壊しておなじみ NHK 党立花隆でございます。ちょっと早めにスタートしてしまったね。はい、まあ、今日は我々ね、選挙で誰かを当選させてくれとかそういうことを言ってるわけではなくて、政治活動をすることも選挙をする目的の一つであると。で、NHK にお金を払わない人を守りするということについて、皆さんにこの東京都知事選挙を通じて知っていただきたい。で、NHK がね、やってること、本当に悪いことです。で、それをそのまま守るって、テレビ局や新聞社、ここについての不正癒着についてお話をさせていただいて、最終的には NHK にお金を払わないことが正しいんだということで、ちょっと悪いけど静かにしてくれ。音入るような大きさで喋るのやめてくれ。だから地声が大きいから聞いてる人がいるのと知るから、撮影するんだったら撮影して。で、これね、今本当にテレビからの攻撃をすごく受けています。公職選挙法を読んでない人が専門家だと言ってテレビに出演してるんですよ。で、なぜこのね、我々がおかしなことをしてるかって言われるかというと、総司頑張れ。そもそもこれね、公職選挙法のとこにも立候補する人は、これはね、当選を目的としなければならないとは書いてないんですよ。もう一度言いますよ。選挙に立候補するには当選を目標としなければならないって書いてないんです。で、つまり選挙に出るというのは自分の主張を国民の皆さんに聞いてほしいという理由で立候補することは OK なんですよ。これ公職選挙法のどこを見てもそう書いてるっていうか、どこにも当選を目的としなければならないとは書いてない。しかしながらこのテレビ局の人たちや新聞社、特に読売新聞などはね、選挙で当選するつもりがないやつが選挙に出るなと言わんばかりの解説をしてるわけです。で、おかしなポスターを20枚も貼ってと。これ、
これ、あ、これ何がなちょっとこんな感じなんか開けんのかな、まあまあいいや、はい、はい、今ちょっと本当に逮捕間近とかっていうのはやめてくれる。なんで俺が逮捕されるの。それ公明法違反だよ。意味はあれじゃないか。え、公職選挙違反してるでしょ。してないよ。なんでしてないし、現場行ってないもん。はい、だから現場行ってないもん、俺亀井と行ってないもん。何逮捕されるってないで、ね、取り調べを受けてるでしょ。は、逮捕される可能性高いでしょ。何よ。俺のこと逮捕されるって。逮捕されるなんて一言も言ってないよ。検挙されるんでしょ。公職選挙法で逮捕されるかもしれないでしょ。ちょっと待って、じゃあ証拠出してきて。ちゃんと逮捕されるとは言ってないから。お前が逮捕されるって言ってもらって。お前が逮捕されるって言ったら。お前が逮捕される。ちょっとじゃあもう悪いけど証拠出してくれないと助ける。あなたが、はい、あなた逮捕されるかもしれませんとはっきり言ってるじゃん。はっきり言ってるじゃん。あなたは翼の塔の運転手してたんでしょ。その証拠今出したじゃん。逃げてないじゃん。は？逃げてないじゃん。今責任持って説明するでしょ。はい、この人はね、翼の塔の運転手として妨害をした人です。ただただ逮捕されてない証拠。じゃああなたは運転手だから、俺が運転したことによってどの辺が公職選挙法違反に当たるのか言ってごらんよ。でその上で証拠立てよ。お前こそ証拠はすでに出てます。周知の事実ですよね。でそれが公職選挙法違反になる。そう、何こそ一見いわゆる犯罪者となることが別々でしょ。逮捕イコール犯罪じゃないでしょ。別に逮捕されなくても警察の取り調べを受けて犯罪をしてる可能性極めて高いんでしょ。だから警察に行くなり裁判をやったらいいじゃん。今ここで絡んでくることの方がまた自由妨害罪になるよ。いいの、いいの。気をつけるんだったらもう黙ってよ。回答したじゃん。質問に対して回答したよね、今明確に。 OK ね、はい。で、君は、君に対してちょっと問うよ。じゃあ君川野隆君、君はね、裁判で YouTube の収入に関してお母さんには入ってないと言ってるけども、間違いないの？彼のことが入ってる。皆さんいいですか、ね、東京都知事選挙にボロ負けして NHK をぶっ壊す、はい。皆さん、裁判隆と申します。立花からマイクを渡されたので、はい、お答えします。裁判で争いましょう。立花さん、裁判立てないでください。いいじゃん、質問に答えないですよ。こいつは裁判所に来てね、自分のお母さんの口座にお金が入ってないと否定してるのに、裁判で決めるんじゃねえのか。だから質問してる。だから裁判所でやるのにここに来てるからおかしい。こうやってね、自分のお金をお母さんの口座に入れて、自分のお金がどこに入ってるかわからないことをここで言えず、こういう人が王子彩香さんを応援してるんです。翼の党とかやってるんです。でこれをね、我々は実行猶予、裁判の場でやってます。NHK に対しても同じなんですよ。今日も先ほど警察にも電話しました。我々は NHK にお金を払わない人をお守りする、それやってるじゃないですか。 NHK から裁判された方の裁判費用を出し、弁護士をつけて NHK に払うべき受信料を払うっていう一丁目一番地の公約を実施してるんですよ。だから私はちょっと待てよ、もううるさいって。ちょっととりあえずこの辺と結構前に来てくれ。はい、はい、またお前さん呼びました。そりゃそうでしょう。こんな翼の塔に関係のある人たちが来てるんだから。今ね、昨日
私が一昨日か一昨日の深夜に NHK から訴えられた人は私がお金を払います、これを明確に言ったわけです。だから僕は選挙に立候補できないんですよ。立花孝志が裁判になった人に対して NHK から訴えられた人に対してお金を払うというのは公職選挙法で禁止されている贈収賄になるわけです。選挙に出る人が国民にお金を配っていけない、これは当たり前のことじゃないですか。でもね、それが政党の代表者とか立候補しない人は構わない OK という法律があるんです。でこれに関して昨年東京地検特捜部に私呼ばれました。でちゃんと東京地検特捜部で説明をしたら不起訴処分です、これを出してるのに、それでも我々 NHK 党は NHK から訴えられた人に対してお金払いませんって言ってる人がいるわけです。これね、公職選挙法の235条の第2項違反、いわゆる小池百合子さんが言われているカイロ大学卒業していないと同じでね、選挙で立候補している人に対して嘘の情報を公にすることがこれ懲役2年以下っていうことで、先ほど葛飾警察の方に被害の相談の電話入れました。でこれに対して葛飾署のね刑事さんも最初はよく分かってなかったみたいなんですが、要は大津彩香って言っても分からないんですよね。ただあの翼の党の応援をしている大津彩香さん、翼の党の富山幕さんの選挙応援を昨年12月にしていた方ですって言うと全然電話の対応変わってきました。あ、そうなんですかって言ってツイッターを見ました。大津彩香さんのどの書き込みですかっていうことで、もう刑事さんがこれ現任して今捜査の捜査二課の方に確認をして折り返しますということを言ってくれています。要はね、我々は NHK という大きな大きな組織と戦っているからいろんなところから妨害が入ります。テレビ局や新聞社の妨害半端ないですよ。特に読売新聞、まあ、昨日から僕これ YouTube で発信していますが、読売新聞は24枚もポスターを貼ることがけしからんって書いてるんですよ。でね、24枚ポスターを貼ることについてはこれは法律で認められているし、そもそも当選をしなければならない人しか立候補していないとどこにも書いてない。俺ら貼ったよ、ね、そういうね、間違ったまさに公職選挙法の一丁目一番地ですよ。サイコパス来た、サイコパス。どんな人でも立候補できるようにしなきゃいけないんでしょ。なのにまるで NHK 党から立候補している19人や私の考えに賛同してくれる5人の人、これが立候補する権利がないとかふざけてるっていう記事を書いてるんです。でこの読売新聞っていうのがどんなに悪いことをしてるかといえば、今読売新聞のホームページ見てください。読売新聞海老沢克司、 NHK の不祥事の責任を取って今から20年前に辞めた NHK の元会長海老沢克司さんは読売新聞の現在も顧問をしています。顧問をしてるんですよ。普通に考えれば NHK の不祥事で責任を取って辞めた会長がなぜ読売新聞の顧問として約20年間も読売新聞から報酬をもらってるんですかってなるわけです。で、これは NHK に在職していた時に海老沢さんがね、読売新聞に必要以上のお金を払ったんです。日本テレビは1台8000万円、しかしながらなぜか NHK は1億6000万円というお金を払った。これ明らかに普通の会社だったら特別背任罪、そういうのはね、もちろんね、これ税金でやってたら住民監査請求で皆さんに分かるんです。しかしながら私がそれを当時週刊文春や講談社に
現職の経理職員として出したんですよ。おかしいでしょと。どうして日本テレビは8000万円なのに NHK から読売新聞に払うときには2倍の1億6000万円なんですか。これを内部告発をしたわけです。そうするとそういう内部告発は関係ないんだ。 NHK の中にある職員就業規則という法律でもない、 NHK の職員に課せられているものに関してあなたは内部の秘密を公にしたから懲戒処分だと。1ヶ月の出勤停止の懲戒処分を受けたんです。すごいことでしょこれ。皆さんの受信料が不当に使われていることを内部告発をしたら1ヶ月の休職懲戒処分を受けたわけです。でそれが今になってまだ聞いてるわけです。今読売新聞が NHK を守ってるのはこの時のお金が聞いてるんです。でこれに関して今ね読売新聞の記者にも直接言いました。直接言いました。ありがとうございます。読売新聞の記者も分かってましたよ。立花さんのおっしゃる通り海老沢さんという NHK の20年前の会長は今読売新聞の顧問ですから。ここねすごく大事なことですよ。ね、読売新聞20年間顧問料をもらっている人が NHK の不祥事、 NHK の不祥事の責任を取って辞めたあの海老沢克爾さんなんですよ。だからその時からお金を海老沢さんに払ってるし NHK は今もなお読売新聞に対していわゆる読売巨人軍に対して民放よりも高いお金を払ってるんです。今巨人戦なんて見てもほとんど不可でしょ。あの民放もやってないじゃない。 NHK だけがやってるんです。これは NHK のマイナスな情報を読売新聞に出してほしくないっていう。ここをね私がこのように選挙の時にまた YouTube で公にしてることがポイントなんです。これがもし嘘だったら読売新聞から訴えられるでしょ。松尾さんナイスパイもありがとうございます。捕まるじゃないですか。虚偽でしょ。誰だこの人。それを堂々とやってるわけです。これをねメディアは困るから立花隆のやってることを悪いことをしているように印象操作していくわけです。エビさんあんた誰。その通り。これがね今のメディア、そして、ね、ネット上でね骨身を稼ぐ人たちが立花の悪口を言えばお金が儲かるからって一生懸命やってるわけですよ。これでも両方と戦わなきゃいけないんですけどね。大きなメディアとこういう名誉を損してくる人たち、ね、モースターにもうちょっとお金かけたら、はい、ね、シワだらけだよ。でここについてはやはりもう裁判をするしかないということで今大田彩香に対しては3件今日4件目出します。ね、そこ一生懸命取材してくれてますけども選挙落ちた時代君にはもう一昨日かな訴状を出してます。で彼自身は公務を続けているようなので警察の方にも被害の相談に行きます。彼は何て言ってたかというと彼はね彼は何を言ってるかというと NHK から国民を守る党は反社会的カルト集団だと言ってます。サリンをまかないオウム真理教だと言ってるわけですよ。オウム真理教はサリンをまかない人殺しまでしてますよね。人殺しをする集団だと書き込まれてるんですよ、ね、そういうことを書き込むような人がいて、でにもねこうやって大きな声で騒いでる。マイクで叫ぶな。マイクで叫んで何が悪い。あなたが犯罪をしてるっていうことをみんなの前で言ってるんでしょ。はい、警察そこに行きますよ。どうぞ行ってください。栄誉損は真実だったら大丈夫なんですよ。大丈夫じゃねえよ。だから警察に行くなり裁判所に行けばいいじゃん。こんなとこで仮装させてもらえちゃうよ、ね、こういう人たちが虚偽を流布するのだったら警察に行くなり裁判所に行けばいいじゃん。文句あるやつ出てきて言えばいい。いいよ、マイク開けるよ。出てこい、出てこい。いいよ。なぜ NHK から国民を守る党が反社会的
カルト集団だという売名できるんだったらマイク上げてどうぞ。はい、あのもう出てこいよ、もうみんなの前で出てこいよ。ちょっと待って、あのどっちなんだよ、出てくる勇気はないの、あるかないか聞いてるの。ないんだったらもうこの場から再立ってる。消えろ、もうじゃあ僕の許可で彼の顔を取ってくれましょう。マイクを向けんな、マイクを向けんな、おめえの選挙を使いたくねえんだ、マイク向けんな、おいおいおい、マイク向けんな、マイク向けんな、マイク向けんな、おいマイク向けんな、向けんな、マイク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 向けんな、おいマイク向けんな、何なんだよマイク向けんな、で NHK の受信料払ってんですよね、立花さん、 NHK の受信料払ってんですよね、 NHK の受信料払ってんですよね、はい払ってんですよね、答えてください、答えてください、 NHK の受信料払ってんですよね、答えてください、 払ってません、え、あ、ちょっとおっさんから言ってること楽しいじゃないですか、何だよね、え、だから言いたいことがあれば前に行って2人で喋ろうよ、おいで、逃げも隠れもしないよ、おいで、おいで、言いたいんでしょ、関わりたくないんだったら撮影だけしときなさいよ、今あなたに対しては裁判をしてるんだから、裁判をしてる相手に対して文句があるんだったらどうぞ言えばいいけども、そんなね、一方的にマイクも使わずに大きな声で言われても周りが困るんですよ。君もほんで、お母さん、君も裁判でしか言わへんやろ、とりあえずどっか行ってくれる、言い分があるんだったら聞いてあげるよ、俺の選挙だからどうぞ聞いてあげるよ、あのさ、マイク、え、食べたい、いや、行けないって言ってない、わざわざ出て行くって言うんだったらみんなの前で YouTube の収入があなたに個人に入ってるのか、あなたのお母さんに入ってるのかを教えてって言ってるんだ、あなたお母さんって言ってる、お母さんなんでしょ、いやいや、もうお母さん、もう聞いてるだけはどうせ持っていくから、こいつさ、お母さんの口座にお金入ってるのかないかと認めておきながら途中で、いや違います、お母さんの口座には入ってませんとか言って今金から回答できる、かっこ悪い、これでもね、あのこの人の職場知ってる人教えてくださいね、この人僕に裁判負けて3万払えて払ってくれないんですよ、職場に差し押さえしたいので、この人はね、あのこの人が働いてるコンビニ知ってる人、僕のところに情報ください、コンビニで働いてるのでコンビニに塗って差し押さえします、でお母さんも今訴えてるのでお母さんの裁判勝ったらお母さんの持ってる家差し押さえします、はい差し押さえしますから、この人裁判負けてもお金払ってくれない人です、かわいそうな人なんです、かわいそうな人なんだけどね、まあ僕のことが好きで好きで仕方がない、はい、まあこういう形で僕は逃げませんよ、もちろん、ただね、僕がこれまで相手してなかったのは、はい、食べてください、どうぞいいでしょう、はい、どうぞ前どうぞ、はい、どうぞ、あのねクラウドで始めちゃう、5月30日にグアムから帰ってきました、あの一軒建築士で、ずっと建設業をやってます、1994年からやってます、お客様語りましたよ、で佐藤工業20年、住友不動産3年、積水ハウスに3年、でグアムで一軒建築士、英語は中国語ペラペラです、で、これから何話してるの、楽しいの、俺に話してるの、だから
そこでやるんだったらちょっと言ってくれる。いやだから迷惑だから。いや聞きたかったら俺に直接言って。全部やって。俺全部話すから。やめてくれない。それが。何さんか知らんけど、あの直接聞いて、全部教えてるから。興味ないんだったらどっか行け。なんで俺これ言うんだよ。お前選挙の票数してるんだ。俺が先にいいのに、なんで言うの。バカバカと思うね。笑ける、笑ける。アホアホ。いや僕こいつらが NHK から金もらってくる。邪魔してくる。わざと邪魔してくるんだ。こういうやつがいるわけ。じゃああなたはここの占有権を持ってますか？占有権持ってますか？占有権持ってますか？ヤジは合法だよ。ヤジは合法って捕まっとったじゃないか。ヤジは合法だよ。やりすぎのヤジはあかんで。あれやりすぎ。やりすぎやろ。あれは認める。ここで何かをする。あれは認める。認めるよね。電話ボックス登っちゃダメだ。いやそれだけじゃないよ。車で追いかけ回してもあかんよ。それはだから裁判になると思う。いやそれは別に事実を。どういうことだ。ただ電話ボックス登るのはやらない。この許可得てますか。俺はやりすぎてないぞ今日は。俺は今日はやりすぎてないぞ。許可得てますか。それだけ。Yes, no. Yes or no.Yes or no? あの三脚置くのは許可いるからね。もちろんそうよ。だから我々は別にあの許可を置いてるから、Yes or no? え、それだけだ。それだけ言え。それだけ言え。Yes or no? 何？Yes or no? 自分のチャンネルの撮影で撮ってるだけでしょ。そう、自分の撮影だから三脚。Yes or no? Yes or no? I'm asking you. Okay? Can you reply me? Yes or no? That's all. What's your name?もうちょっといや山田かわいそうだからさ、お金やってのやめてくれよ。せっかく賞金金払ってさ、乗車金払って出てんだから、やらした方がいいよ。お茶じゃなくて、邪魔なんで。お茶じゃなくて、お茶じゃなくて、やらした方がいいよ。はい、ありがとうございます。では、次の演説者、交代いたします。はい、NHK 党でございます。本日こちらで王将立花の演説会を開いております。お時間ある方はどうぞ聞いてってください。はい、では、中江候補に変わりたいと思います。どうぞ。はい、ただいま。じゃあ当初の立花の次引き続きで、はい、どうぞ。ごめんなさいね、途中で終わりの説明をして話をしますが、全然ね、我々がやってることってまともなんですよ。例えば僕が今懲役4年、ありがとうございます、懲役2年6ヶ月執行猶予4年っていうのはね、これに関してもどう考えても隠すような話じゃないです。 NHK の当時の上田さんという会長がいましてね、この人たちが反社会勢力、いわゆる反社を使って集金業務をさせてた。でこの反社の人たちは受信料を取るだけじゃなくて、おばあちゃんからもらったキャッシュカードをいわゆるスキミングをしてですね、何百万円というお金を引き出して捕まったんです。明らかなこれ振込詐欺というか犯罪をしてるから、だからこれはちゃんと NHK の会長に伝えなきゃいけないから、当時の上田さんという会長の自宅に行って、そしてNHK の、ね、渋谷の放送センターの前に行って、でそれをねやったら、それが威力業務妨害だとこう言われてるんですよ。でそういうような形で NHK の前に行って、当時の僕国会議員でしたよ。当時 NHK の会長に
話をしましょうって言ってるんですよ。あなたたちの部下が会長にね、あ、正しい情報を伝えてないだろうから NHK の会長と話しましょうって言ってるわけです。それを拒否するから NHK の渋谷の放送センター前でおかしいじゃないかと、会長に面談させろって言ったら威力業務妨害だって言って、でこういうもので捕まったら、まあ僕一日も逮捕もされてないですよ、有罪にはなりましたが、ありがとうございます。 NHK と戦ってそれで犯罪者になっても、そんなのは僕にとっては自慢でしかないです。だから当然ね、 NHK から訴えられて裁判になった人に対してお金を払うっていうのもめちゃくちゃ危ない行為だったんです。当然のごとく、ありがとうございます、当然のごとくね、有権者にお金を払うなんていうのは危険だから、これについては総務省にも確認をし、ありとあらゆるところに確認した結果、僕が立候補しなければ大丈夫だという答えをもらったからやってない。で東京地検特捜部に告発した人がいてね、で東京地検特捜部も調べたんですよ。立花さんにお金もらった人がNHK 党にお金をね、まあ、票を入れてくれって言われたかどうかを全部調べてくれた。我々は別に NHK 党を支持してようがしてまいが、 NHK 党の候補者に投票しようがしまいが、 NHK から裁判された人を金銭的にお守りしますってやってるだけなんです。こんな愚直な政党、政治家いますか？NHK にお金を払わない人を守りします。でも NHK は年間ね140件去年も裁判してます。裁判になったら無理やり口座からお金持っていかれるから、裁判になった人には私がお金を払います。それは NHK 党の支持、 NHK 党に票を入れた関係ないんですよ。自民党の支援者であろうが、共産党の支援者であろうが、政治選挙に関心がない人であろうが、今まで何百人と一緒に僕はお金払ってきています。でこれをね、昨日犯罪だとかやってないとかって言ってる人が出てきたから、今警察に相談してるというか届け出を出してます。本当にね、今ネット上でテキスト、なんていうか、知識、幼稚な知識でネット上で変なことを書く人がいるわけですよ。で多くの場合はこれが匿名とかでやってるから捕まらないから知らないだけで、誹謗中傷なんて5万あるわけですよ。で立場のある人がそれやったら、さすがにこれは民事刑事責任を取ってもらわなきゃいけない。で今ね NHK がめちゃくちゃ焦っていてですね、国会議員の斉藤健一郎という人物に対して裁判をしてきました。ね、で裁判を過ぎた中身、払ってない受信料払え、10万5000円ぐらいの裁判をしてきました。でこの中身、請求し契約書を見たら、斉藤健一郎が書いてもいない数字、日付が書き込まれていました。これ明らかに契約書の変造です。私文書変造罪です。これ今裁判でこれから争っていきます。NHK に聞いても裁判中だから回答しません。ただね、テレビの設置日がわからない人はどうやったらいいのか、 NHK 党の活動してます。 NHK と契約するときにテレビの設置日を書かなきゃいけない。 NHK 党やります。これわからない人はどうしたらいいんですかって質問してるのに回答しない。昨日総務省を読んで、総務省にもちゃんと強く要望してます。 YouTube で上げてますけども、我々は NHK にお金を払わない人をお守りするっていう、ただこの一つの公約を達成するために愚直にやってるだけなんです。ただあまりにも敵がテレビ、そして大きなメディアということで、我々に対してマイナスな印象操作をされてるのも、これまた事実です。だからこそこのような形で我々は24人もの候補者を出して、皆様方に少しでも目立つようにメディアの方から皆さんに間違った情報が届かないように、数の力で我々の言っていることが正しいということを皆さんに、これ理解できる人に理解してもらったらいいんです。だからまだまだ我々の言うことは分からないんですよ。それはね、
頭の悪い人にこれ説明しても無理です。バカは論破できない。だからバカに対しては裁判するしかない。そういう形で裁判も一生懸命やっていますね。我々は本当に法に基づき、そして相手が怖い怖いメディア、新聞やテレビ、こういったところと戦っているから、公職選挙法の基本中の基本も理解できない、あえて理解してないメディアが、これ大事なところですからね。当選を目的としなければ立候補してはいけないなんという条文はどこにも書いてないから。公職選挙法は広く皆さんが選挙に参加する、投票をしたり立候補したりするように仕向けてるんですよ。そのように作られているんです。で、最後に少し真面目な話をして終わりますが、小池百合子さんも NHK 党から立候補しているこのね、中江君や深田君、みんな条件一緒ですからね。公職選挙法上の条件は一緒、政見放送は6分、選挙の新聞の選挙広報も同じ大きさ、選挙カーも1台、配れるビラの枚数まで証紙貼ってるから上限決まってます。法律は候補者56人に対して何一つ差別や区別していません。差別や区別をしているのはテレビや新聞でしょ。事前の世論調査などを行い、小池さんか蓮舫さんか石丸さんしか当選しないという事前の洗脳を行っているわけじゃないですか。こういうことをするテレビ局に対してなぜ受信料を払わなきゃいけないんですか。今回立候補している56人のうち NHK に受信料を払うのはテレビに出してもらえている佐野上さんと、ね、石丸さんと蓮舫さんと小池さん、この4人を応援してる人だけでいいじゃないですか。どうして NHK や民放はこの4人しか放送しないんですか。それは少なくとも平等ではないでしょ。そういうところに対して気づいた人たちが受信料を払わない、 NHK にお金を払わないっていう行動になっていくわけですよ。でも 22% しかいないから、本当はもっといるんでしょうけど、NHK の発表では22% しか受信料を奪いしてない、 78% の優秀な、ね、政治家やメディアに騙されている受信料を払っている人たちは、これお利口さん、ね、権力者からしたら受信料を払う人はお利口さんなんですよ。で、僕が今回 NHK に受信料を払う人はバカだと思いますってポスター貼りました。24箇所ね、あと公約にも出しましたよ。候補、選挙候補にも出しました。で、これを見てね、分かった人は、あ、橘さんほんまのこと言ってるわ、徐々に変えていくしかないんでしょ。そのために一生懸命やってるんですよ。で、少数派の声が通らなくなったら独裁国家が誕生するんですよ。ポスター24枚貼って誰に迷惑かけてるんですか。警察や、それは選管の人は迷惑かもしれない、仕事が増えてるから。しかしながらそれは業務の一環、一般人で迷惑をかけてる人が誰かいるんですかって話なんです。ということでね、我々は至ってまともです。頭のいい人は理解できます。バカな人は理解できない。バカな人はどうぞ NHK に受信料払い続けてください。ということで、約30分からお話しさせていただきました。もうちょっと向こうの方でちょっと場所を離れて握手とか写真撮らせていただきますので、この後面子は変わります。ということで、すいません、暑い中ご清聴いただきましてありがとうございました。最後にいきます。東京都知事選挙に勝って NHK をマイクを、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。